まあ、将来のことですから、神様しか分かんないんですよね。私たち人間には、先がどうなるのかなんていうことは想像つかないわけで、神様しか分かんないと。ですから、将来どうなるのかって場合には、いくつかのこうケースを設定して、でその上で大気汚染の状態がどうなるのかということを計算することになります。でそのケースのことをシナリオというふうに呼びます。将来の排出シナリオというふうに、名付けておりますけれども、でここでは、3つのシナリオを設定しています。1つは、経済が発展するケースですね。化石燃料の消費が多いと、それから、環境エネルギー対策はほぼ現状水準、現状のままで推移させると、そういったようなケース、これを経済発展重視ケースと言います、呼びますと。それから、現状維持ケース、ここでは、化石燃料の消費は中程度だと、これとこれの間、それから、環境エネルギー対策も達成可能性が高いものとですね。から3つ目のシナリオは、環境重視ケース、環境重視シナリオ。この場合には、化石燃料の消費が少ないと。ですから、同じ、エネルギー供給量ですかを設定した場合に、化石燃料はできるだけ使わないで、例えば自然エネルギーを使うとかですね、原子力を利用するとか、あるいはその省エネを非常に徹底して、エネルギー供給量あたりの化石燃料の消費量を抑えるとかですね、そういったような対策を強化した場合です。ですね。で、それぞれのシナリオにおいて、中国のノックスの排出量の変化を推計した結果がこれです。このブルーのラインが、それぞれ今ご説明した3つのシナリオに相当する結果です。当然一番排出量が少ないのは環境重視したケースですね。化石燃料の消費も少ないし、それから環境対策も一生懸命やったと、そういったようなケース。一番こう増えるケースっていうのは経済発展重視ケースで、経済発展も非常にさせ、化石燃料の消費も多くて、対策は、現状水準と。この現状維持ケースっていうのは、この真ん中間のケースだと。排出量の変化もこういうふうになるということですね。ですから、もしこの経済発展重視シナリオっていうのが、というシナリオで今後進むならば、2000年に比べてどのくらいでしょうか、割合で2.5倍ぐらいでしょうか、まで増えてしまうということを示しているということです。で、ここで重要なのは、この2000年から2005、6年ぐらいまでの、に実際に中国のノックスの排出量がどうなっているのかということを、そういったような傾向と、この一番ですね、ノックスの排出量が増えるケースとを比べてみますと、これよりも上回るような水準でノックスの排出量っていうのはどうも中国で増え続けているらしいということが分かります。これらの、グラフがそういうことを示しているんですけれども、でさらに最近ですと、その伸びはですね、少し緩やかになってはいるんだけれども、まだ増加し続けているらしいと。ですから、私たちがその将来予測した一番悪いケース、これを上回るような勢いで、まだ中国のノックスの排出量っていうのは増え続けているということが、この図から分かるということです。で、この将来ですね、3つのノックスの排出量を予測しましたので、この結果をもとにして、じゃあオゾンはどう変化するのかということを次に推計してみましたと。
その結果がこの図です。地表のオゾンの将来変化、同様の図はこれまで何枚かのスライドでお示ししておりますけれども、2000年の水準がこうだと、2000年におけるオゾンの濃度分布がこうなってますと、それが2020年にどうなるでしょうかと。で、3つのシナリオを設定しましたと。すいません、ちょっとですね、うまくないことになってますが、 PFC シナリオというのが、先ほど3つシナリオを示しましたけれども、それの一番ノックスハイスレンが多いケースです。それから REF シナリオというのが、中央のケースですね、真ん中のケース、現状維持シナリオって言ってたケースです。それから PSC シナリオというのは一番ノックスハイスレンが少ないケース、環境対策を一生懸命やったケースですね。それぞれに対応しています。で、一番ノックス排出量が、多いケース、PFC シナリオ、これですとオゾンの濃度が今の状態からこんなに増えちゃいますよということを示しているということですね。それから、中央のシナリオですと今の水準よりもちょっと増えるぐらいで済みますねと。から一方、一生懸命環境エネルギー対策をやった PSC シナリオ、これではほぼ2000年と同じぐらいの濃度レベルになっていますと、ということです。ですから、この図から言えるのは、その将来の東アジア の、 その大気質、大気汚染、大気環境というのは、これからどういったような施策を取るのかと、その国際的にですよ、日本だけじゃなくて、中国も含めて、東アジア全体でどういったような施策を講じるのかと、対策を講じるのかと、どういったような大気環境管理をしていくのかにすごく強く依存していると、ということを示しているというふうに考えられます。